うん、名古屋時代の桃地さんの話。<laughs> いやまあすごい今と一緒だよ。でも今でこそ配信中に何か桃地頑張って配信者やってるけどもう全く喋んない感じだったね。俺らとまあ年が違ったのもあるから俺とか結構桃地強かったしあの見込みがあったからすげえあいつさそう,もう寡黙だったもう全然喋んない。 で、なんか、もう仲いいっていう時期もあるし、もうなんなら別に年離れてるけど、全然こう、なんていうの、生意気ごっこやっていいわけ。もう全然タメ口でもいいし、煽り、煽っても全然いいんだけど、全然そういうのもしない。たまにしかしない。みんながいる前でしかしないとか。で、あいつが喋ってるのはワイダだった。ワイダが同い年で、ワイダとすげえ仲良くもうちょい車で送り迎えしてるの、いや、ほんとほんと。だったあつ17歳の高校生で、車がないから、アトムっていうゲーセンで最初会ったんだ。 で、アトムっていうゲーセンって俺らからするとサブゲーム、サブゲーセンだったの。サードはあるけど、まあ、アトムで集まるより違うゲーム、ゲーセンで集まるよね、みたいな。で、サブ、サブゲーセンでいて、たまたま近いから寄ろうっつって言ったら、誰かいたら楽しいなと思って寄ったらそいつがいて、で、まあ、ボコボコにするけど、まあ、骨はあるわけよ。あ骨あんのこいつ面白いなと思って。で、俺はその時に、その名古屋のゲーム、そのサードを盛り上げようとしてたから、ある程度強いやつは全員声かけてたの。 実は名古屋の Q2 ってところでみんなやってるからみんな小屋みたいな。その時は Q2 だったかな。多分 Q2、いや、Q2 だったな、Q2 だったわ。みんな小屋っつって言って、誘ってたのね。で、こっちが強いからみんなさ、あっちもさ、やりたい人来るんだ。強い人でやりたいっつって言って。で、桃地に話しかけて、あ、はいっつって言って。で、で、もういくつっつって言ったら、えっと17っっ、17つああ、じゃあ足ねえかっつって言って。じゃあ電車かっつって。はい、とか言って。 で、電車も僕、そのお金がないんであんま行けないですみたいな。あ、じゃあ迎えに行ったるわっ、つって言って。じゃあ連絡先教えてっ、つって言って。俺が迎えにもう全然、もう全然仲良くないけど、あのー、行きたいって言ったら、行きたいですって言うから。じゃあいいよっ、つって言って。やっぱ閣議やってるやつ、いや、優しいのだったら、やってるやつはね、もうみんな味方なのよ。すげえ少ないコミュニティだから。なぜそこまでだと思うじゃん。じゃマジで少ないんだ。だって俺は3人か4人から始めてるから、3人4人にしかいなかったの。 俺と背中とチョッパーとあと川上さんっていう <laughs> その4人でやってた最初その4人でしかもチョッパーも後から来た感じ俺ら3人でず,ずっとやってたからそんな状態で、まあ、5人かずっとやってたからもう1人サード勢がいるだけでも俺は幸せになる対戦ができるっていう楽しみがあるからだからそれでこう,もうすぐにもう教えてあげて まあ変なやつだったら別にどっか行けって言えばいいじゃん。で、あいつは足,足がないから、その、帰りも無理じゃん。で、俺が名ートークっていうとこ住んだよね。で、あいつが小区っていうとこ住んだよ。まあ、三角形みたいなとこなの。免疫があって。免疫があって。えっ、ー、と、名トークがあって。まあこ、お前らからするとこっちかな逆、逆なんだけど。で、小区があって。小枠下か。下、下なんだけど。だから、こう帰れば一応俺は帰れるから。その、こう行ってこう戻るとかじゃないから。まあ、いいよ、みたいな。 だからあいつが行くときは必ずだったね。俺が行くときは必ずかな。うん。本人は名古屋時代遅いなだそうそうそう。そういう人いっぱいいたと思う。俺は、まあ大体俺がだったけど、俺以外にもかなり桃もを送り迎えしたやついたと思うよ。今でも名古屋時代の話、コークの話、そう,そうそう。そしたらその頃まで全然下手でで、で、Q2 に集まってもまだ俺の方が強かった。全然。全然強かった。で、俺は桃ちをいたぶりまくってたんだけど。 お前まだまだだな、みたいな感じで、ぼ、だからあいつを、ちょ、お前東、トで、俺が東京行ったじゃん。で、あいつ名古屋でずっとやつをくすぶってたんだけど、お前、東京来いと。もう一回東京来いっつって言って。もう東京来ればわかるっつって言って、東京とかまあ、西横浜、横浜なんだけど、ビジョン。東京に揉まれてこいっつって言ってる。もう、チュ戦だけ圧倒的に弱いっつって言って。まあ、名古屋のやつってチュンリと戦できないから、中二戦が下手でね。あのゲーム、中二戦と戦わなきゃ、中二とユンと戦わなきゃいけないのに、中二戦が圧倒的に下手だから、絶対に負けちゃうんだ。 だから来いと。で来てビジョンでビジョン部屋っていうのがあって、えー、と店員が管理してる部屋があるんだけどそこにあいつは3ヶ月ぐらいいたんじゃないかな3ヶ月ぐらいいてであいつは強くなってもうそっから俺勝てなくなった急にめちゃめちゃ強くなって3ヶ月だけだねあいつ3ヶ月で俺を抜いたでしかもその後ずっと俺は離されたまましかも最後の方だと俺91位ぐらいつけられたからね マジで勝てなかった、あいつに。マジで強いつな,なんでこんな強くなったみたいな。国さんすぐ分かりますもん、みたいな感じで。その3ヶ月間、そのずっとそこのビジョン部屋に泊まってた。店員が住んでて、で、しかも、その遠征者を受け止泊まらせてあげるっていうその部屋があったんだけど、そこに。で、あいつ2ヶ月ぐらいで、もう帰らなきゃいけないと。金がないと。残りなんだったっけな、あいつ。<laughs> 2、3000円しかないと。 もうバイト代がもう全部使っちゃって、2、三0 0 0しかない。ってかもう2、三0 0 0だから帰れないと。ワンちゃんで、帰れないから、で、なっちゃんってやつがいたんだけど、その時、なっちゃんってやつが、もうその頃、もう、もう、もちも19ぐらいだったけど、なっちゃんってやつがいて、なっちゃんも、もちにで、なっちゃんは、その、海物、あの、海物語が好きなのね。で、しかもなっちゃんって、もう俺以上のオカルトで、朝一200回転が熱いって言って、<laughs> オープンで入った朝一に百0 0回転をカニ歩きするやつなんだ。何の根拠もないよ。マジで何の根拠もないし、その頃モーニングもないんだ。何の根拠もないのに、暑いっつって言って、それやるやつなんだけど、めちゃくちゃ面白かったんだけど、そいつが、まあそいつと、その桃地遊んでて、モ地はも暇なんかじゃ行くぞっつって言って、いや、俺金ないっつって、もういいよっつって言って。で、もう最後の残る2000円、あいつ入れたんだって。そしたら、勝っちゃって、 それで1ヶ月伸びたんでい勝てて、それで1ヶ月伸びて、あの、なんとか生活費稼いでて <laughs>、それで1ヶ月間増やして、また強くなって帰ったみたいな。あの、あのなっちゃんのあの誘いなかったら、ももちのこれもなかったもんじゃないまじで。あの1ヶ月でめっちゃ伸びたはずだから、そう、海物語がすごいのか、なっちゃんがすごいのか、金歩きの、その、なんていうのその、 それ原活技がすごいのか分からんな何も分からん何かがうまいこと噛み合って今シノビズムででもこの話魚群だったら最高だったんですけどね,ね全然魚群とは全く関係ない話なんでそのオチにはつながんないんですけどシノビシナズムなんでないです関係ないんで魚群だったら脆もろかったんですけどねこの話。